国立交渉、国立交渉、国立交渉交使用、中国語、黒交渉、ピンイン、ヘイロングチョン SHA G、英語、ヘイロングチョンは、中華人民共和国の行政区分の一つ。省とは、ハルビン市。吉林省の北、内モンゴル自治区の東に位置する。中国の最北東部に位置し、北部は、アムール川、国立交を挟んで、ロシアと国境を接している。 北は、アムール川を隔てて、ロシア連邦極東連邦管区のハバロフスク地方、アムール州、ユダヤ自治州と接し、東は、ウスリー川を隔ててロシア極東連邦管区の、沿海地方と接する。南は、中国のキツリン省、西は内モンゴル自治区のフルンボイル市と接する。人口の90%超が幹属で、その他に、満州族、モンゴル族、 朝鮮族などが住む。中国の重要な食料生産基地の一つでもあり、良質な黒豆、黒大豆、大豆、小豆が栽培されている。先進時期には、祝新、木筆、ワイ白、東古の三大民族系統の先住民がおり、祝新は、漢代には遊浪、疑新には木筆、追悼には末活、近代には女神と称し、神代になって、満州の名が起こった。 国立構地区に最初に樹立された政権は、ワイ白系の付与国で、後に、高栗が分かれた。唐には墓海が起こり、また北方には失水都督府、国水末活都督府が置かれた。北丹は墓海を滅ぼした後、東丹国を樹立した。近農町は、海寧府、今のハルビンアジョー白木二県とし、後に、遠京、北京付近二線とした。現在には、 海元路、水立ち立ち寺が置かれて、療養行省に属した。明世には、八次人と志氏が置かれて、女神族を間接支配し、新書には、人ぐ田大将軍、人ぐ田アンバジャンギン、ネイコト、のボる国に将棋が置かれ、後に、吉林、吉林らに移り、吉林将軍、麒麟来寺安人と改称した。さらに、国旅行将軍、サハイアン来寺安人が増設され、 国旅行流域の広大な地区を管轄した。1680年代に、清朝は、ロシア帝国とネルチンスク条約を結び、ロシアとの国境を確定したが、1858年の条約と1860年の中路北京条約により、国旅行以北、ウスリー川伊イ島の領土を失った。20世紀初めまでに漢族が大量に移住した。 国旅行への行政管理の強化を図った新庁は1907年、高所33年4月20日、国旅行将軍を廃止し新たに国旅行行賞を設置した。設置当初の全庁の面積は約57万平方キロメートル、人口は約127万人であり、紹会は七春城、四市川歩道に設置され、下部に、府、FU、町、金軍、県、 ヒアン、ミチ、ドゥーリーの行政区画が設置された。翌年8月には、メルゲンフクト島、マーガンアイメーレンアイジャンギン、スミシカネフクト島、フルンボイルフクト島、ケイ、リットルエヌバイヤーアイ、メーレニジャンギン、コリンガイシカフクト島、コクリコーコンフクト島、サハヤンラアイメーレンアイジャンギンが橋となりフルンボイル、どころ、アイフンところは、それぞれフルンヘイビド、 アイフンヘビと解消された。1911年、戦闘3年には、前哨は三道、京東、今古コリン、七府、流行、コラン、スイカ、ウミリン、ノンジャン、黒川、ロハマ、六町、ト津ガ、コ古林リン、大来、はじめ州、あ立ち、一州、ともえびこ、七県、蘭西木蘭余計、青岡廃線、大通、湯原、 四期、各寺ら各跡、森鹿白徳、抜き雷徳、伊勝昭安を管轄した。1912年、中華民国が成立すると、黒川府、京和島道が廃止とされ、米町、津田北町が設置され、今道は黒川に転し、黒川道と解消、古林道は、反乱を理由に廃止とされた。1913年、行政組織改編に伴い府、町、 州が県に改修され、また翌年には、召喚制の施行により交渉の名称が廃止となり、国立交渉が正式名称に定められ、三賛二十三県、5設置局、四旗を管轄するようになった。九百二十九年二月の行政改革により、全省は四十二県、一等県十五、二等県十一、三等県十六、十一設置局、 4旗を管轄するようになった。1933年、満州国が建国されると大幅な行政組織の変更があり、1932年12月には、国立交渉西部の古林県、ハ浜県、四水県、機関県に公安北文章、翌年1月には、宮城県、布西県、作林県に公安東文省が新たに設置され、 1934年12月1日には、国流交渉は、流交省と黒川省に分割。さらに1939年6月1日には、流交省と貧交省の一部に北安省が新設された。1945年、日本の敗戦により満州国は、解体、国民党政府による統治権が復活すると、同年11月に北安省と、 黒川省が統合され、国立公省が新たに設置され、北安、徳と、勝東、国山、廃線、伊安、名明水、餅系、海林、通り北、水、水化、京安、根、孫後、孫勝、米、カラスムモ、カモメウラ、幕の二十県を管轄した。1 9 4七年二月二日、国立公、ノンジャン領省政府は合併を決定し、 国旅行ノンジャン連合省、略称は黒ン省を設置したが、同年9月16日に、東北行政委員会は、両省の分割を決定、1949年4月21日に発布された、重核東北行政区画令により再び合併すると同時に、松江省仏山形を国旅行に統合することが決定し、5月15日に一市41県を、 管轄する人口552万の国立交渉が成立し、1954年8月1日、松江省が廃止され、国立交渉に統合されると同時に、ハルビン氏が国立交渉に移管され、紹介もハルビン氏に移転している。この際に、賞南の7県が吉林省に移管されるなどの行政調整が実施され、三線区、五市、64県、2期、 一航空を管轄する総面積46万余、平方キロメートル、人口1、250万人へと成長している。その後、体系油田が発見されるなど中国の工業化に大きな役割を果たした国流交渉は、将来の行政区画の変遷を経て、現在に至っている。国流交渉は12地球市と1地区が設けられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。